L2P 村上レッドです。本日も厳選されたデジタルプロモーションを研究していきます。今回ご紹介するのはこちら、ラップで保存テク SNS 投稿キャンペーンクレライフです。ハッシュタグラップで保存テクをつけて、ラップを使った食材の保存テクニックを写真付きで投稿すると、国連 WFP の母子栄養支援寄付になるキャンペーンです。それではレッドさん、解説お願いします。はい、あなたのフードロス対策が寄付になるということで、まあ、ラップ保存テク UGC キャンペーンですね。ラップとかこう長いこと家庭に愛されていて使われているものって、こうある程度常識はみんな知ってると思うんですね。こうお米炊いて何グラムかに小分けしてラップに包んで冷凍するみたいな、まあ、一人暮らしからまあファミリーまでやっている常識っていうのももちろんなんだけども、こんな使い方してもいいのとか、新しい使い方の発見があるっていうのが UGC としての成功であり面白いところだと思うんですよね。でさらに、もしかしたら企業側もそんな使い方知らなかったなんてことがあったりして、それに向けた商品開発なんかもなされたりしてることもあるわけですよ。でまあ、去年くらいで面白かったのが、キッチンハイターが UGC キャンペーンをやってたのが面白かったですね。まあ、このどこの家庭でも、まあ、飲食店とかでも使われているキッチンハイターの使い方 UGC っていうのは、結構主婦間でも情報交換がなされて感動が詰まっていました。でそんな UGC キャンペーンをクレラップがやっていて、さらにキャンペーンで投稿すると国連 WFP の母子栄養支援寄付になるというもの。母子栄養支援っていうのは、まあ、国連 WFP が活動の中核的な要素として実施している活動の一つで、まあ、より栄養を必要とする妊婦や赤ちゃんを育てるお母さん、子どもたちに向けて送られる支援っていうので、今回まあ30円を1リツイートで、1投稿されたら120円みたいな形で4人の子供に栄養強化ペーストが届けられるっていうようなインセンティブになっているというものになってます。せっかくだからちょっと見てみましょうかね。クレライフのこのラップ保存テクっていうので縦に見ることができます。まあ、そのラップの使い方として、まあ、こういう風に使うよねっていう共感、まあ、バナナ凍らせるとか、まあよくやる形ですよね。でさらにこんな使い方があったんだっていう発見、さらに寄付をしているという正義っていうのが合わさった口コミ型ブランド価値向上プロモーションになってます。投稿モチベーションとしてラップを使ってるっていうのはもちろん、寄付のためにもという正義があるとさらにモチベーションが上がっていきますよね。なんでおそらく何度も行っている UGC テーマなんだと思うんですよ。だからこそプレゼントではなく寄付という形でブランドの価値を上げにいってるんだと思います。これであなたの企画もネクストステージだ。ご視聴ありがとうございました。なるほどと思ったらいいねとチャンネル登録お願いします。また面白いキャンペーンがあったらコメントで教えてください。